開始します。ツイキャスもやっていきましょうね。な？ツイキャスも始めていきましょう。お願いします。では残り30秒です。はい。2曲お願いします。はい。なんか何かが聞こえてるんだけど。あ、ちょっと待ってくださいね。じゃあオープニングかけたら直しましょう。はい、なんか違うのが聞こえてた。はい、こんにちは。アンサーの時間です。私原が進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 または fmgino1 ではツイキャスと YouTube での映像と音声のネット配信をしています。 fmgino1 のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターの方も連動していますので、タコさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい、もう10月に入りました。早いものですね。もうあと10、11、12の3ヶ月ですか。早いですね。テレビでは何で、今日何でした?なんだ、今日上でしたっけ?なんか木村拓哉の。年末のドラマとか話題になっていましたね。はい、もうそろそろか。テレビの方も年末の方もの準備をするんですね。すごいな。ということは、じゃあもう12月2ヶ月後にはじゃあ新年のじゃあ撮影もするんでしょうね。すごいな。もう1年本当にあっという間ですね。なんかコロナでパタパタしてね、終わったような1年ではあるんですけど、ね、4月の時にはね、本当に冗談で、もう卒業式卒園式しかまともにできないはずねってケタケタ笑って喋ってたんですけど、それが本当になるですね。怖いものですね、本当に。あの時の冗談が現実とはちょっとびっくりでございます。はい、ということで、今週はですね、秋ということで何かお話ししていこうと思います。皆さん、秋と言ったら何が思い出すでしょうか。そうですね、秋といえばご飯ですかね。秋は何がある？人参とかか、栗とかか。でも皆さん栗ご飯とか食べますかね。炊き込みご飯は基本的に自分たちはジューシーですよね。だけど大和の方では栗ご飯とか、ああいう混ぜご飯、栗なんかね、ああいうのよく食べますね。どうだろう、沖縄で焼き飯とかありますけど、焼き飯とチャーハンの差、がよくわからないんですけどね。あれ何が違うんですかね。考えたこと、自分ももう最近かな、まあ昔からなんですけど、焼き飯もチャーハンも一緒のような感じがするんですけど、だから何が違うんだろうと思ってね。で、まだ今日食事でソテーと炒め物って差があるんですけど、ソテーって何と炒め物って何っていうこの差がね、ちょっととても気になってしまいましたね。な、まあでもちゃんとしたこの言葉の中ではちゃんと差があるんでしょうね。バターな、なんか製造方法とかあるのかな。なんかところてんと、なんか米が材料かた、なんかそういう
こう、なんだ、コロッケと何かの差とかもありましたね。調理方法で明確に差があってね、同じものがあってね、まあ、ラーメンとそばの差みたいな感じなのかな。でも、沖縄そばってラーメンとうどんの間ですよ。作り方としては。うどんかな、そばかな、の中で、一応もうそばって名前ではありますけどね。まあそこら辺はとても難しいですね。本当にまあそこら辺はまあプロがやるこの範囲内で、まあ自分たちはあまり分からなくていいか。 では1曲目ですね。曲いきたいと思います。お願いします。この曲何ですか？この曲何ですか？菅田将暉さんの間違い探しです。すみません。2曲目はさよならエレジーでいきます。間違い探し。はい。さよならエレジー。あったね、そんなのだったらね。俳優さんなのに歌もうまいって。だからね。その前に仮面ライダー出身だよ。そうですよね。だってダブルでしたね。昭和のでも平成元年の頭の方まで仮面ライダーの俳優さんは出世しないって有名だったもんね。平成になったらみんな出世して、だからね、要潤さんとかもそうですしね。要潤でも10年ぐらいかかってるはずよね。だけどほら、誰なれ。小田切城とか、あれも多分時間かかってる。今、早いさ。もうすぐですよね。1、2年でね。出てくる人もみんな可愛いし。次から次へとイケメンが生産されるみたいな。女の人も可愛いし。でも女の人がなかなか活躍まだできてないですよね。してるよ。してます？大政なんとかもでしょ。ああ、基本的モデルさんとかさ、アイドルの一員とか。でもなんか印象的になんか男性の方が一気に活躍そうしているイうメージはあるので。なんかモデルが多いよね。グラビアアイドルが多いか。キラメイジャーに出ている女の人、綺麗かなとは思うけどね、20代だけど。身長高くて、あんな人が彼女だったらどうしよう。大丈夫です。あと B。聞くんでしょう。聞く。5年です。5年か。でも今日から6年目です。もう違う、職員の人数。あ、職員の人数ですか。職員の人数は1、今、2、結構い3、ますよ。4、5。7人ぐらいですかね。CM いきます。将来は出張で。なりたくなる。なりたいのか。
はい、あと1個ですね、はい、はい、菅田将暉さんの間違い探しでした。次はですね、秋のは、そうですね、サンマが、まあ、普通に考えたらね、有名って、まあ、一番イメージが来ると思うんですけど、で、地高いですね。内地で、いくらだったっけ?300 円?で、なんか、サンマよりタイの方が安いとかっていう話がありますよね。まあ、それはそれでいいんですけど、でもサンマも取れなくなったんですね。昔は、なんだっけ、ニシン長者だったかな。明治とかはね、もうたくさん取れて、それで大きな豪邸建てたとか言ってましたけど、今はもう、この明治とかと比べると、明治と大正か、10分の1ぐらいしか取れないみたいですね。なんかもうな、一つの船もう潰れそうなくらい、なんかいっぺんに取れたとは言ってましたけど、でも今にサンマも取れなくなるんでしょうね。もうそれ考えると、確かにこの食べ物、まあ世界はね、こうやってガーガーうるさいとは思うんですけど、この資源とかなんとか、ね、このクジラでも、まあ、取って食べるところはあるけど、日本はダメとかね、わーわー言ってるとは思うんですけど、でもある意味あってはいますよね。あるから取っていいだろうっていうふうに取る人、あるからじゃなくて、また取れるからじゃなくて、また取れるからこそちょっと規制をした方がね、いいとは。でもこのクジラでも何だったかな、このハエナは量だったかな、でそれで入ったクジラはこの数に入っていない、でそれをやる、それを入れると、この日本はこのハエナワに入ったものはとても少ないそうですね。でも、どこだったかな、外国の戦績、アメリカではない、どこか忘れたけど、そこは、日本の3倍、4倍ぐらい、クジラが引っかかってから、それを食べてるみたいですね。それ考えると、ちょっとおかしいではあるよね。だから、模様はハエナワで間違って取っても、でも間違って取って数字入れたら、また、今度はこれを海に捨てるっていうことになるんだよね。そしたらもうこのクジラ漁ができない。まあ何やってもダメだね。でもまあいいも悪いもどっちにしても、本当に今は資源を本当に大切しないといけない。だからこのね、このサンマがまあある意味今高い、取れないっていうのもいい勉強になっているのかなとは自分は一個人で思いますけどね。もう自分たちも本当にいろんなものがありすぎて、安く食べれるからラッキーってちょっと思ってしまってるのか、ダメなのかな。自分は例えばガソリンスタンドで話をすると、ガソリンスタンドも約20年前かな、もうちょっと前かな。その時に乱売って言いまして、この石油価格が安くなった瞬間に、このガソリンを下げる。だから今130円だったのが、もう25年、もっと前だね、約30年前か、もうめんどくさいから、まあ、28年ぐらい前なんですけども、この時のこう値段がね、一番最低で47円とか、47円っていうのはもう本当にもう、業者が最初に取るこの金額なんです。もう本当に卸売りの価格なんですよ。でそれにいろいろくっつけて120、130円でやるはずなんだけど、もう147円とか150円じゃない、
47円とか55円とか、もうこんな時になった時にね、多分あの時働いてた人は多分思うと分かると思うんですけど、どのぐらいガソリンスタンドが潰れていったか。でもうこの後が今度はこのガソリンスタンドで働く人がいないということで、今度はまたセルフの方にどんどん移っていったんですけど、でも本当にこのガソリンスタンド化も減っていったっていうのは、この乱売が原因でね、ある沖縄市のあるところが本当に何度も乱売をちょっとやっていて、本当に叩かれたのかな。もう自分は聞いたら、もう本当に周りのエッソとかシェルのもうあそこら辺から相当叩かれたらしいんだけど、でもなんか平気みたい、だからこんなのかって。でも今この社長、車何乗ってるって言ったら普通の車乗ってるらしいんですよねでも本当にあの時のこの社長の車というのは GTO、 昔の GTO ってすごいんですね。 GTO 乗った後にクラウンマジェスタ、本当にこれが半年ことぐらいに、これはわざとじゃない、これ本当なんですけど、半年いないかもしれない。また次にはもっとね、RX7 新車とか、本当にコロコロ変わってたんですよ、新型に。この時自分たちおかしくないかって、全部社長に言っていないかって思うぐらい本当にお金が流れていったのをよく覚えています。すいませんね。では2曲目、須田雅貴さんのさよならエナジーです。でも本当にその時のね、中山石油の社長が自分と一緒の年、40後半かな、本当にさ、3ヶ月くらいでひどい時は車が変わる。うらやましい。でも話聞いたら、統括マネージャーの給料がその時25年前だいたい、それでも20万ないってわけ。統括マネージャーでですか。おかしいさ。おかしいですね。社員がその時に13万しかないとか、ボーナスも一月分あるかないとか。だから結局社長の方に見る。だから来るたびに上等車もだから上等洋服全部、まあ、本当にエルメスとかあんなのやってから、今話聞いてみたら何履いてるって言ったら、普通の洋服で普通の乗用車乗ってるって言うから、まあいいやさ、ちょっと安いなと思うけど、なんか社長がやっぱり、多少の贅沢してるのは夢があると思うんですけど、やっぱり出世したら自分たちの給料も上だろうなって。でも極端にやりすぎるとダメですよね。この人2代目だったわけ、半官しか変わらないですよ2代目だったわけさ。最初の人はそんなじゃなかったらしい、このおじいちゃん。でもこの人になって本当にすごくて、職員が出入れ替わり激しくて、マネージャーが言ってた、安月給だけどもここでやるしかない、結局はもう上にしかお金行ってない。一番のトップが逆に給料これだけしか回ってないよって言われるのも夢がないなと思うんですけど。だけどでもあの時にやりすぎだっていう、本当にやりすぎだと。だからみんなにさ、多分これがすごいわけ、社長が来るのわーって。そういう意味ではうち局長の給料聞きたくないですね。お金もらったのかな。いや、もらってないと思います。だと思う。だから普通はそうなのかなと思うけどね。で、なおかつ苦労もしそうなので、逆になんか少し夢持ちたいじゃないですか。もっと給料上がるぞって。だからあえて聞かないです。自分たちも保育士さん、やっぱり上のリーダーがさ、もう必死になりすぎたら全然面白くないわけよ、今のリーダーがそうだからさ、もう最後ブチ切れてからどうでやれもうつい言ってしまったわけよ、あまりにも細かすぎてどうでやればいいさって
言いながらやってた後から涼しくなりよったんだけど、はい、飲むのもめんどくさくてなって多少自由にさせてくれって、うん、いやないけどねなんかあれらしいですね、やっぱ人間仕事上自分の裁量がある仕事やってると一番やりがい感じるみたいですね、うん、自分は楽しくかい自分だから、はい、後輩にも自殺は楽しくある程度のことを教えてあとは自由にやる、でもこれだけはやるな、はい、っては言ってからさせられる、いざという時俺が何言うから責任を持つからやりたいことはちゃんと言えって、自由すぎる。僕もちょっと指導する時には心を得てその代わり自分も危ないまあまあそうですけどねこのやり方、はい、でも一番伸びる、そうですね、楽しいっていうみんな。じゃあ曲が終わるので、うん、そろそろマイクあげますね。はい、はい、須田まさき、さよならエナジーでございました。秋ですね、すいませんね。なんか秋って言いながら、何か愚痴っぽいことになってしまったんですけど、でもね、これ本当に若い頃に本当にあったことなんですよね。でも自分何、秋の話をしてたんだよね、そういえばね。すいません。で、そうだな、ちょっともうすいません、話し変えましょうね。で、このガソリンスタンドがちょっとなくなったっていうのもあるんですけど、その他にも卵業者って言うと、卵を下ろすんじゃなくて、卵を作る養鶏場もですね、実際に減っていってました。で、それもどうしてかっていうと、それも、多分ね、ティッシュとかも多分似たようなものがたくさんあると思います。おまけ品、多分ね、昔ガソリン入れた人は多分わかると思うんですけど、ガソリン2000円入れたら卵がついてくるとか、何かとこういうのがあったんですよ。多分今笑えると思うんですけど、本当に2000円分ガソリン入れたら卵が1パックついてくると、本当にこんなのがあって、で、お店でも本当に1パック30円とか、今だと150円ぐらいですよね、もう50円とか30円とかっていう風に、もう本当に低価格になっていって、多分最初は売り物にならない、売り物にならないって S サイズとかでもランクがあるんですよ。 S から A から ABC とかって、卵にもちょっと細かい話のランクがありまして、やっぱり綺麗でいい形で品質がいいと、まあ、要は可愛い卵は、スタイル良くて可愛い卵は高いんですけど、もうただ可愛いけど小さい卵はまたワンランク下なんです。で、ちょっとぶちゃけたものになると、本当にとっても安いものにならないと売れないような感じになるんですよね。多分それを最初は安売りしてるのかなと思ったんですけど、それがね、だんだん露骨になってきて、自分一時この養鶏場で働いてたんですけど、半年くらいしかいなかったんですね。その時でも、養鶏場だけでね、3、4軒潰れています。沖縄市だけでも、その時養鶏場2軒くらい潰れてますね、多分。3軒、本当に大げさじゃなくて、3軒くらい潰れてないかな。で、今沖縄市にあるこの養鶏場も多分これも潰れていますね。うん。だから結局乱売っていうか、この、なんだろうな、客寄せで結局使うと潰れていく。だからね、本当に安いものがいいとは言いますけど、安すぎてもダメなんですよ。もうこの周りの流通のことも考えないと。うん、で、なんでこういう話になったんだろう。要は、なんか、マグロとかの漁獲量からこんななったんだよね。すいません、全然違う話になったんですけど、沖縄の話になってしまったんですけどね。まあ、しつこく卵で言うと、この卵、結局沖縄の卵が少なくなったという時には、今度は内地からになりまして、この内地、
から来る卵っていうのは新鮮なものも海とかで来るのでやっぱ 2,3 日差がありまして、結局品質はいいものではないんですよ。やっぱこうなるとやっぱ沖縄で直に取れたものがいいっていうに戻るんですけど、もうその時にはもう時すでに遅しでもう養鶏場がないっていう状態だったんですよね。まあこういうのもありまして、やっぱり安いものがいいではなくて、やっぱりもう地産地消って今周りが言ってます。多分これ本当に大切だなぁとは思いました。今本当に多少高くてもこれは本当にこの新鮮なものを食べれると思うんだったら20円30円高くても自分は出していいと思います。まあ自分は経験者だから言うんですけどね。まあ他の人はどう思うかわからないですけど、お腹壊すよりかはお腹壊さない可能性が高くて美味しいものの方が本当にいいと思います。まあ秋につながったのかなよくわからないんですけどね。すいませんでしたはい、ということで今週の放送窓20秒ですね。とても早いものです。はい、今から3、もうあと3ヶ月ですね。もうそろそろ終わりますけど、皆さん体の方も気をつけて、本当にコロナに負けずに皆さん頑張ってください。では、また来週皆さんお元気でお会いしましょう。では、さようなら。